い、どうも、こみです。さて、本日もこちらの関西クラクラクラブからお送りしていきたいというふうに思います。さて、本日のお題はですね、イエティですね。もう、これでもかというぐらい見てきたという皆さん、あえてここでなんでイエティかというと、ちょっとね、忘れている基本がありませんかっていうことを、まあ私自身感じるんですね。いろんなイエティがまあ最初出てきた頃っていうのは、非常にオーソドックスなイエティの型っていうのがあってな気がするんですけど、それがですね、最近いろいろこう変わってきて、イエティにまあそのラバーバルを混ぜてみたり、いろんなですね、こういうまあコウモリを使ったり、派生が出てきているおかげで、ちょっとですね、そもそもイエティのその基本ってどういう使い方だったっけなと。というところでですね、迷ってしまったりしてる方がいないかなというふうに思うんですね。そこをちょっと本日は、あえてですね、もう一回イエティ取り上げて基本から、見直していきたいというふうに思っております。でですね、合計4本見てほしいと思うんですけども、まずは1本目。ボキボキさんのアタックですね、これご覧いただきたいと思います。この方結構イエティが得意な方かなって、まあ個人的に思っていて、グランドウォーデンにヒーラーをつけたオデヒーの形を最初に作ってきます。これシングルインフェルノありますので、あんまり深くまではやらないですね。あくまで表面のカットをしっかりとやっていくというだけに留めていますね。で、イエティたちはここから出していきます。イエティプラス、まあボーラーですね、をこんな風なルートで流していって、で、残ったところへんか、と、この辺に関しては、ロイヤルチャンピオンで、処理していくと、まあ、いう感じですね。はい。バーバリアンキング、こちら3次方面のカット使ってるの、これはですね、うまいなというポイントが1個あって、なんでうまいかっていうと、バーバリアンキングって壁の外側に施設が大量にある場合には、いい仕事をするんですね。当然、バーバリアンをこう放出しながら一気に加速してくれますんで、壁があったらそれに捕まってすごい持たなくなっちゃうんですけど、壁がない場合にはいい仕事します。なので、これうまい。で、さあ、そうこう言っているうちに、ごめんなさい、ちょっとお話がずれちゃいましたね。イエティが中央に入っていってますね。ジャンプからのクエイクで、序盤の入りから中央盤、終盤に向けたイエティの、突破をサポートしてますね。で、レイジをしっかり早めに当てていくことが非常に重要です。なんでかっていうと、イエティのその弱点っていうのは、ギガインフェルノの攻撃一つ大きな弱点です。秒間300のダメージを与えてくるこのギガインフェルノの破壊力って、さすがのイエティでも、ヒーラーがついてないないしは、ヒーラーがついていても、レイジがかかってない状態で行ってしまうと、回復が間に合わなくて怒っていってしまったりってことが結構あるんですね。で、ミニイエティにも、マルチターゲットなんでね、このギガインフェルノって、ダメージが入ってしまうと、せっかくのミニイエティが、途中でバタバタ倒されちゃうということで、思いのほか伸びなくなってしまうということがあり得ます。なので、この攻め方をする場合には、しっかりヒーラーとイエティにレイジが、早めにこう乗っかるようなね、形でかけてあげると、安定感がより増しますね。そうすることによって、終盤までこうイエティを数残すことができるということになります。でですね、さあ、もう、あとは回収に向かっているんで、ちょっと改めて、冒頭言ったように基本をもう一回おさらっておきたいと思います。イエティを使う場合の基本は、グランドウォーデンのオデヒーがやっぱね、基本かなって私は思います。今回で言ったら、この辺っていうのを、グランドウォーデンでカット。で、こっち側に関しては、キングでカットしてきましたね。グランドウォーデンをこっちにぶつける。で、キングをこっちにぶつける。まあ、順次側がグランドウォーデンか。で、三次側キング。で、イエティたちをこの二次側からガツンとこう出していくという格好を取りましたよね。イエティプラスボーラーにするのは、ボーラーたちが壁のもう一層内側までこうバウンドで壊してくれるんで、イエティの破壊突破力っていうのがもうよりワンランク上に上がります。なので、まあ、今回、ボキボキさん、ボーラーをまあ、数体混ぜてますけども、このやり方っていうのは非常に、定石かなと思うんで、真似してもらってもいいところだと思いますね。さあ、キングとロイちゃんで両脇をカットして真ん中にイエティを流し込む。なるべくならジャンプの呪文で足りるならジャンプ。で、クエイクを使わなきゃいけないぐらい幅広く、壁開けなきゃいけない場合にはクエイクです。別にこれはですね、クエイク8発持っていってもジャンプ2発でも、まあ、ないしはジャンプ3発でも、その辺っていうのは、まあ、臨機応変に使い分けてもらっていいかなというふうに思います。そういうジャンプの呪文、クエイクの呪文、どっちがいいのっていうのも1ヶ月ぐらい前に動画にしてるんで、まあ、もしだったらちょっと見てもらったらなというふうに思います。で、入り方はこんな感じですね。で、さらにここ、10日弊社を、3次方面、ここに当てていって、で、さらにキングの3次方面のカットをサポートしながら中には、
これ重要です。ホグライダーを入れておく。で、ホグライダーを入れておきながらロイヤルチャンピオンをさらにこう三次側から当てていくことによって、ですね、ロイヤルチャンピオンとホグライダーの相性ってすごくいいので、こいつらが一番最後終盤においてイエティが壁の向こう側で届かない領域っていうのを全部こう壊してくれるという形に なるわけですね。なので、このですね、2点攻めっていうのをよく意識してもらうと非常にいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、2本目いってみましょう。今度は大五郎さんのアタックですね。さあ、これどんな風な攻め方になってくるかっていうと、6時側、グランドウォーデンのお手引きで突破していきます。さらに、9時側をカットしながら、イエティを8時のこの部分ですね、から入れていくって感じですね。グランドウォーデンのお手引きで、ちょっとさっきから申し訳ないですね、ここ、カットしていきますね。で、イエティたちはこっちから、流し込んでいくという格好ですね。この8時方面から、壁の隙間を狙って流し込んでいきます。そうすることによって壁の隙間のルートがあるんで、ジャンプ1個、節約できますね。さらにここ、9時方面に関してはペッカープラス、ボーラーでしっかりとカットしていくというこの辺の、ユニットの付け方もうまいですね。で、見てほしいの1個はですね、これギガインフェルノが思いっきりこう壁の外側にあって、あまりダメージ受けずにお手引きで殴れちゃう場合には、お出火だけでレベル5のギガインフェルノってこうやって壊せちゃいます。これもまあまあ覚えておくといいかもしれませんね。あんまり使うケース少ないと思うんですよ。こういうような甘い配置はそんなないんで。まあこれはもう、ごっさんですね。完全に。ごっさんお出火です。このアドバンテージは大きいですね。はい。で、言ったように、8時方面から、イエティたちをボーラー混ぜながら一気に壁の中に流し込んでいきます。そして、9時方面から出てきたのはホグライダー。このホグライダーたちに合わせて、ロイヤルチャンピオンを流し込んでいくんですけども、ちょっと遅れ目でこちら11時方面からロイヤルチャンピオン出してますね。で、これが最終盤でホグライダーと合流していくような格好になってきます。イエティたちは、8時方面からですね、ここから入っていきながら、3時方面に向けて進んでいく。ホグライダーが9時から3時に向かっていく。ロイヤルチャンピオンが11時から3時に向かっていくと。ということで、全部のユニットが3時方面を終着点にして突破していくという格好になりますね。で、さあ、ここで2つ見てもらったところで、もう1つ、重要な攻め方のコツを言うと、2点攻めです。2点攻め。何かっていうと、まずイエティのルート、これが主力ですよね。イエティたちはこれ8時からしっかり出してあげて、それを3時方面にこう進めていくんですけども、これだけだと、イエティが通ったルートの両脇が残っちゃいますよね。今回で言ったら、この6時3時面のここのところが残ってしまうっていうのと、あとは、9時から12時面のここが残ってしまうと。で、本当はですね、これ、片一方をバーバリアンキング、片一方を10日兵士みたいな感じで、使い分けてもいいんですよ。こうすることによって3点攻めにするっていうのも1個手として全然これはありなんですけど、ちょっとね、片一方、ババキンとか10日兵士当てるには、まあ、持たないかなっていう場合には、2点攻めでも OK です。まあ、壁の中に今入ったイエティたちが手を出せない、この大五郎さんは、9時12時面のここのところですね、そこに対して10日兵舎、中から、ホグライダーを出して、さらにロイヤルチャンピオンを当てて処理していきました。こうすることによって、イエティたちが、ですね、8時から出ていったのが、ずっと3時に向かった時に、こう12時とかにはみ出さないわけですね。全部まとまって3時方面。まあ言っても、4時とか5時とか、もっと右側に行っちゃうのはいましたけど、12時方面にこうはみ出すことはなかったっていうことですね。こういうようなイエティのルートを作るために、イエティに全部の、ユニット力を注ぎ込むんじゃなくって、サポートするイエティが通るルートの脇をこう流すための10日兵舎とか、あとはロイヤルチャンピオン。こういうの、まあバーバリアキングもそれに値するかもしれませんね。使っていってあげた2点攻めっていうのが、基本的な、このイエティを使った戦術になってくるというところですね。さて、あともうですね、2本見ていきたいので、今言ったところをちょっと意識しながら、見てもらえたらなというふうに思います。まずはこちら、大五郎さんのもう1本見ていきましょう。さあ、このアタックですね。まず、グランドウォーデン、オデヒーの格好で、10時、11時方面ですかね、ここから出していきます。で、イエティたちはですね、このもう少し上側かな、11時方面のこの辺から確か出していくのかなというふうに思いますね。この辺から。はい。
で、透析機のある、壁の中の方にこう歩かせていくという格好になるんですけども、さっき言ったようにですね、まずはお手火でカットしていくと。で、ルートを作ったところで ET たちを流し込んでいくという形ですね。で、これちょっとですね、あまあ、イレギュラーなことを少ししているので、見てほしいんですけども、6時方面をですね、突撃艦を当てていって、透析機を狙っていきましたね。突撃艦イエティ、突撃艦の中にイエティを入れるっていう、まあ、戦術ですね。まあ、これを使って、今イエティで透析機を狙ったんですけど、ちょっとこれは壊せなかったというところですね。まあ、残念。で、まあ、不発に終わりましたけども、まあ、それでも援軍も処理できちゃったんで、まあ、上出来でしょう。さあ、そのままイエティを11時から出していって、ジャンプ1枚で結構なですね、この壁の中に入っていきます。で、見てください、これ3時方面に、2時3時方面にかけては、そしてやっぱホグライダーを出していきましたね。ホグライダープラスロイヤルチャンピオン。ロイヤルチャンピオンを当てていって、この3時方面に、ある防衛施設を片っ端から投げ倒していきますね。そうすることによって、今11時から出したイエティたちっていうのが、しっかりと6時方面にこう流れていく。このロイヤルチャンピオンとホグライダーがいなければ、3時方面にイエティがこう流れようとして壁を殴っちゃうケースっていうのが、まあ、容易に想像できますよね。そうさせないための主力イエティを中央に流してからの、右半分をホグロイちゃんで潰すと。まあ、ここですね、投下兵舎があれば投下兵舎使ったんでしょうけど、まあ、序盤、この6時の区画、ここですね、6時の区画に使っちゃったんで、まあ、投下兵舎を使えなかったから、まあ、ホグプラスロイちゃんにしたというところでしょうね。で、まあ、今回のダイゴロスのアタックは、まあ、見てもらうとわかる通り、どうしてもこの6時側の区画っていうのが、弱点になっちゃうんですね。ここに対してジャンプとか呪文を持っててないんで、それを潰すために、突撃艦イエティを当てたというところですね。まあ、これは少しイレギュラーな形です。こうするのではなくて、さっきの2本みたいに、クエイクの呪文ないしはジャンプの呪文、合計まあ呪文6枠分から8枠分ぐらい持っていって、イエティたちだけでこうですね、中央を突破させていってしまうんで、その突破する両脇どっちかを、投下兵舎プラス、ホグライダーで潰すというのがまあ基本的なオーソドックスな、形になるかなというふうに思いますね。はい。まあこれもでもお見事ですね。しっかり最後まで、ロイヤルチャンピオンが残った状態、イエティも数体残ってますんで、形としてはかなり綺麗にいってるんじゃないかなというふうに思います。さあ、ラスト見ていきましょう。一番最後見てもらいたいのはこちらドクター J さんのアタックですね。さあ、こんなような奇抜なですね、サザンクロスっぽい陣ですかね。シングルインフェルノ3本で、ロイヤルチャンピオンじゃないわ。イエティを使うには、まあ、すごく、私なら使いにくいなと思っちゃうんですけど、まあ、それに対してもこう当てていくことができますね。さっきのダイゴロさんと同じような形です。初手は、これ。投下兵舎プラスレイジを使って、壁の1個内側にあるこのクロスボウ3本を殴ってきますね。シングルインフェルノをこう殴るっていう、まあ、手もあるんですけども、投下兵舎ではない突撃艦を使って壊すには、シングルインフェルノを1本とかそういうんじゃあんま戦果として美味しくないので、今回ですね、ドクター J さん、これはクロスボウ3本折れる、この12時区画を選んだでしょうね。さあ、こうすることによって12時角のカットが出来上がっている状態になってます。で、さらにこれは食い火の形ですね。お出火でもいいと思うんですけど、これ援軍やっぱ釣ってしまうので、これを処理するために食い火を使ったんでしょうね。で、それを、間違ってもですね、こちら、1時方面、2時方面に、逆走させないようにしっかりとここ、ライトニングドラゴンで1時方面カットしていってますね。こういう、ユニットの使い方もうまいですね。で、9時方面にかけては、ここもライドラでしっかりカット、していきます。両脇のカットを終えた上で、イエティたちを、10時方面からドーンとここですね、ギガインフェルノのところに向けて、バーバリアンキングを添えながら流していくという格好になっていきます。さて、イエティが逸れないようなルートをしっかりと作った上で、イエティがギガインフェルノのと当たるところで早めのレイジですね。で、しっかりヒーラーにもレイジをかけるような形にして、ギガインフェルノを一気に突破していきます。この早めのレイジ、冒頭も言いましたけど、非常に重要です。で、イエティたちにレイジヒーラーの恩恵がついている状態で、どん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 中に入っていく。中央に入ったところでジャンププラスのレイジで、さらに一気に暴れまくらせるということですね。ロイヤルチャンピオンに関しては、これは9時方面から出して、9時、6時方面の外周を削らせてます。やっぱこっちはですね、イエティが手薄になっちゃうんですね。見てもらうとわかるんですけども、イエティのルートってまあこんな風にまあ流れていくわけですよね。
そうすると、どうしても上側か下側どっちかが手薄になっちゃうので、下側こっち側を、ロイヤルチャンピオンで削っていくことができてますね。ライトニングドラゴンが後ろからついていってるんで、ストレージ系もしっかり処理できてますね。で最後、ここ、3機のところがどうしても、残っていってしまうんですね。これはもうしょうがないんですけど、イエティたちが残ったイエティたちと、生き残った、ヒーローたちがここをしっかりこうケアしていってくれるので、あとはもう惰性に任せるという形で、もう全開が見えていってますね。非常にお見事な状態かなというふうに思います。まあ、今回の攻めっていうのも、もう一回まとめていくと、まあ、基本はすごいシンプルです。最初、12時方面カット、9時方面カット、イエティを、十字方面から中央に向かって流していくと。さらに、ロイヤルチャンピオンを、九時方面から六時方面にかけて当てていくと。で、さらにそれを全部三時方面にこう集結させて、フィニッシュは二時という格好ですね。まあ、こんな風に、中央にどうやってイエティを入れるのか。で、イエティを入れたら、そのイエティが中央を歩いているうちに、その両脇っていうのをどう壊すのか、このあたりを考えながら、投下兵舎を使ったり、ロイヤルチャンピオンを使ったり、ないしはバーバリアンキングを使うという、2点攻めをしていくことっていうのが、まあ、最低限、このロイヤル、イエティたちを使う、戦術のポイントになってくるということをですね、改めて、まあ、基本ということで、押さえておいていただけたらなというふうに思います。まあ、その一番最初のカットをですね、やっぱグランドオーデンのお手引きでやるのがまあオーソドックスなんですけど、まあ、そのケースバイケースに合わせて、今みたいに、クイヒーでやるないしはライドラでやるというようにね、使い分けっていうのはありかなと思います。まあ、本当に基本のオーソドックスを、もう一回見たいということであれば、一番最初にお見せした、まあ、ボキボキさんのアタック。あれが非常にオーソドックスなんで、あれをですね、まずは、真似てみてもらうといろんな村に対してこう、応用が効く基本になると思います。その上で、ギガインフェルノをもうお手引きで壊しちゃうっていう、まあ、2本目の大五郎さんだったり、あとは、ホグプラス、ロイヤルチャンピオンで返しのカットをしていくっていう、まあ、3本目の大五郎さんだったり、今の、ドクター J さんみたいに、クイヒーだったり、もう突撃艦イエティ、ライドラを使って、序盤のカットだったり、援軍種類をきっちりやってからイエティを入れるっていう、まあ応用編だったり、この辺っていうのを、まあそれぞれ、使い分けるようになってくると、イエティの、まあ、幅がぐっとこう広がるのかなと、まあいうふうに思います。まあもしかするとですね、この春のアップデートでイエティの弱体化が入っちゃうかもしれない。で、少しまあそこ心配じゃ心配なんですけども、まあ、それでもですね、使い物にならなくなるような、弱体化は入んないかなというふうに思うんで、まあ、覚えておいて絶対損はない。改めてここで基本を抑えて、イエティを爆心させるようなね、アタックっていうのを試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところで本日このあたり動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん、関西クラクラクラブにも、遊びに来てください。タウンホール12、13募集しております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。